3試合シングルマッチ20分1本勝負です。沼田選手です。今日はバット選手に、挑戦という形になるんですけれども、いかがでしょう。はい、吉永さんとは何度か当たってるんですけども、いつもあの蹴りのペースに持ってかれてしまうので、今日はあの自分のペースで相手に飲み込まれないようにガンガンぶつかっていきたいと思います。バット選手の蹴りの何か具体的対策みたいなの考えてますか。全部食らってしまうとスタミナ消耗しちゃうんで、とにかく相手の蹴りを見て少しでも防御できたらいいと思います。はい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。対する青コーナーバット選手です。若手の沼田相手の一騎打ちということですけれども、いかがでしょう。自分の相手じゃないんで、とにかく勝ちます。どのぐらいで料理しますか。早いんじゃないですかね。蹴り潰します。頑張ってください。はい、宇部井選手シングルマッチ20分1本勝負を行います。赤コーナー140パウンド沼田さえみ。青コーナー極門と全日本タッグ並びに 3WA 世界格闘技チャンピオン170パウンドバット吉永。レフェリー笹崎克実。さあ、本日の第3試合です。シングルマッチ20分1本勝負、沼田さえみたいバット吉永のシングルマッチです。沼田選手がね、バットとシングル対決ということなんですけれども、この試合はバットというよりも沼田にとって非常に重要な一戦という、感じがします。やはりバットの、胸を借りるという形になるんでしょうか。形としてはもちろんそうなんですけれども、そういうこと考えないで、沼田らしいプロレスっていうのがこういうもんだってことをちゃんと後楽園のファンに今日は提示してくれればいいかなという。シングルマッチがね、そんなにまだ慣れてないでしょうから、非常にチャンスっていうかね、全部自分のもんなんだと思えばいいですよ。なるほど。さあ、その辺の意気込みが感じられるゴングと同時に攻めていきました。1試合目に出た、長谷川千代子と同様、この沼田今年本当に表してくれないと困る選手なんですよ。なるほど。さあ、小川広報部長の期待も背負っての沼田ですけれども、これは強烈なキッカー、格が違うぞと言わんばかりにですね、本当に蹴りは厳しいですよね。すごいですね。バットの場合はね、この後楽園ホールに響き渡るこの蹴りの音。さあ、近身からブレンバスターそのまま前に落としてスリングショットね。はい、キャリア的にはもう1年しか違わないんですよ。なるほど。バットと沼田っていうのは経験がね、格闘技戦であったりタイトルマッチであったりメインでの経験であったり、だからね、もう沼田も本当にそういう先輩意識しないでやらないと、もう簡単にやられちゃいますよね。なるほど。3WA 世界格闘技チャンピオンという肩書きもあります、バット吉永。4.2 横浜アリーナではですね、はい、バット吉永は一種格闘技戦の予定をしております。はい、あ、そうですか。対戦相手はまだ決定はしてないんですけども、はい、アメリカの方から一応名乗りを上げている選手がいますんで。キックの選手ですか。そうですね、そうなります。ははい、そのあたりも非常に楽しみなんですけれども、やっぱバットの蹴りっていうのは空手あるいはキックボクシングの世界でも、十分通用するというか、本当にすごい蹴りですよね、基本的には。そうですよね。この前の神風京子とのね、獲得戦でそれ十分示したと思います。証明しましたね。さあ、そのバットなんですけども、プロレスラーの枠を外した格闘家ということだと思うんですよ。なるほど。本当総合格闘技とを目指すような、そんなスタイルですよね。結局バット以外ではね、こういうスタイルの試合できないですね。なるほどね。グローブマッチっていうんですか。今攻めなんかものすごく理にかなってると思いますよ。シュミット流バックフリカで腰を2発入れておいてからもう1回逆肩指に戻すでしょ。その前に逆指で散々痛めてますしね。はい、そしてその痛めた腰にまたパンチキック、そしておっとヒップアタックですね。これはヒップドロップですね。さあ2連発。
なんとなく本当に格の違うという試合をやっちゃってますよね。まあ、沼田もその辺の格意識は拭い去らなければいけないんですが、ボール、これは返しました。ブリッジトップロープからのヒップドロップだったんですが、いや、一頑張り、二頑張りする必要が。そうですね、さあ、この対応を入れ替えた、うまいボディアタックですが、カウント2。沼田もですね、課長ラス入りをですね、表明してるというか、内心決心固めてますんでね。なるほど、北斗軍団入りですね。そうですね。でも面白いかもしれないですね。もうちょっとずぶといファイトでね、一皮むけるんじゃないかという感じですか。割と表現するなんか力っていうんですか、気持ちを表すことは上手な選手だと思いますよ。なるほど。さあ、トップロープに上がったんですが、逆に今度はバット、さあ何があるんでしょう。先ほどと同じようなヒップアタックをかわしてのフェイスカッシュ。こう、この着地の仕方がね、沼田のオリジナルなんですよね、割と。はははは、尻餅をつくような、おっと、キック、あ、このあれもらったらね、もうやっぱりおしまいだって、ね、この先端にもらいますと殺人技でしょ、あれは。わあ、これはモノリヒット、ニンキック、これは一発一撃必殺とはまさにこのことか。カウント3。いやー、やはりすごいですね。力の差がね、やっぱりまだまだ歴然としてましたね。モノに出てしまったと、はい、そういった感じの試合でした。はい、見事勝利を収めました、バット吉永選手です。いや、相変わらずの浴びせ蹴りの威力がすごいですね。あ、今は余計力が増したみたいで、みんな記憶喪失にさせてるんで、もう本当に顔、後頭部に、後頭部というか側頭部にもろにヒットしたという感じでしたけども、気持ちよかったです。そうですか、はい、やはり格の違いを見せつけたという試合ですか。当たり前です。おめでとうございました。